Hello viewers, welcome back to Deep Hunt Fire Side of Blood. Dragon Man here. Here we are. Oh yeah, I need to go to Shinjuku, and here I am. That really gave me some time to film my introduction, huh guys? Oh, I got a message from Nokia. I didn't think you'd find Akuma and Gamma so soon. Are you a superstar? Okay, I'm in Shinjuku now. Where am I heading? Maybe I should head downtown. Chapter 4, Shinjuku Underground Labyrinth Incident. So what is this about? It's happening on the other side of the crowd. Let's go. Oh, it's those guys. Seriously, Sakura was late for school. For a change. Any idea why? Forever, I swear on my sincere gaze, my oil love, my heart craves with pain. Now, what is that supposed to mean? Sounds like Kyoko's been taking care of you. Try not to cause her trouble. Don't want to worry your mom even more, okay? What's up with the crowd over there? Make me wonder. Can you hear people talking all around here? That's some sort of interesting space? Dude, there. Oi, oi. Koitsu wa sugee na. Otaku, kore ga nan nano ka shitte tari suru? Da yo na.さすがにこんなわけわかんない現象見たことねえよな。けどさ、これなんとなく中に入れる感じしね。こらてめえら、現場に近づくんじゃねえ。そっから一歩でも近づいてみろ。まとめて逮捕すっぞ。あ？なんかやかましいのが出てきちまったな。現場保存は捜査の鉄則だこら。そいつを乱す輩はこの伊達真紀子様が容赦しねえ。厄介なことになる前に俺はずらかりとするか。ほらそこ動くなってんのが分かんねえのか。あ、お前どっかで見たことあるな。確か、なんとかっつうハッカーチームの。やっべ、
おい、走るぞ。 Come on, let's bail! あ、てめえ、待てこら。どうやら逃げ道はここしかねえみたいだな。ま、物は試しってやつさ。Don't knock till you tried it, I guess. Oh. He says a whistle. We heard a whistle, please.リアル、うん、どうなってんだ。異常すぎるだろこれ。まるで2つの世界が交差してるみてえだ。わけわかんねえ。俺の頭がおかしくなったってわけじゃけどな、さすがに警察もここまでは追ってこねえ。確かにあの勢いなら突っ込んできてもおかしくねえや。となると答えは一つだな。鬼が出るか蛇が出るか。ま、何かが出てから考えようぜ。どうかしたか。いや、さっきからずっと黙りこくってるよな。は？事務所に状況を報告したい？でも繋がらない。つか何？事務所って。は？
勤め先の探偵事務所？電脳探偵になった。えへん。えへん V？ スーパーコー！え、じゃなくて、電脳探偵？マジかよ。すげーな、おい。なんか、よくわかんねえけど、とにかくすげえな。やっぱオタク、斜め上すぎだわ。いや、褒めてないし。ま、とりあえず、通信は諦めるんだな。俺もさっきから試してるけど、ここに入ってからネットとつながる気配ゼロだ。デジタルウェーブの状態が不安定なんだろうよ。まさか、デジタルウェーブの説明を俺にさせようってんじゃねえよな。後で検索しろ、検索。んなことより、さっきの電脳探偵の話、もうちょい詳しく聞きたいんだけど。いや、誤解すんなよ。別に面白そうだとか、やってみてとか、そういうんじゃねえか。純粋な知的好奇心だよ。ただの興味本位。だって、変だろ？電脳探偵。どんな設定だよ。コミックでしか見たことねえよ。いいよ、もう。ほんと、別に興味ねえから。That was quick! You're interested in the last second, you're not. だー！やっぱ気になる！気になるわ！I want to know! Seriously? What's wrong with this? Tell me more about it. What's like being a cyber spy? 電脳探偵ってのは、今までどんな事件を解決した？とか、ボスはどんなやつなんだ？ And what's your boss like? あらいざらい。 Tell me everything. What was that?この間、クーロンの時と同じ。なんだ？どうした？おい、勘弁しろよ。何？幽霊がいた？ There was a ghost? エデンで噂になってる白い少年の幽霊？ クーロンでも見た？本当か？担ごうとしてんじゃねえだろうな。いや、オタクに限ってそりゃねえか。相当の人よしだってバレバレだしよ。それに変なものが見えたのは確かだ。はっきり見えてるようで何も見えない。頭の中を探られたような、何かを押し込まれたような、すげえ気持ち悪い、もどかしい。思い出せそうで思い出せない。あれは一体何だ？何の意味がある？だよな。まあ、そいつも進みはわかるかもしれねえよな。おい、気づいているか？オタク、それでも探偵かよ。俺たち、きっと前からつけられてるぜ。デジモンか幽霊か、あのお姉さんか、正体はわかんねえけどな。誰だ？こそこそしてねえで！こっち来い！おや、気づかれてしまいましたね。いやこんにちは、こんにちは。おっと、そう見ないでください。
私は決して怪しいものではありません。あんた誰だ、こんなところで何してる。私は水道を開けるたりもします。上城エンタープライズの研究者でして、この奇妙な現象を目下じっと調査中です。一人でか、私一人でいくら解明できそうな専門家が私しかいないとはいえ、助けてほしいものです。まったく、ひどい会社だ。なんで俺たちを尾行してたんだ。いや、私より先に人間がいるとは思わなかったので、少し様子を見させていただいたのです。不快な思いをさせてしまいました。それは申し訳ありません。謝罪します。いや、もう別にいいけど、でも謝罪する気があるなら分かってること教えてよ。俺たちもこれが何か知りてえし。いや、はい、いや、そう言われると断れませんね。くれぐれも他言は無用ということでお願いできますか。ああ、分かってる。ああ、そうだろ。よろしい。それではお話しいたしましょう。ただこれからするお話はあくまでも私が調査の過程から導き出した機能的推論、決して結論ではございませんのでご注意を。それではまずこの空間のことからお話ししましょう。現象の内部であるこの空間、ここには特殊なデジタルウェーブが渦巻いているようです。ご存知ですよね、デジタルウェーブ。デジタル情報を運ぶエネルギーの流れだろ。素晴らしい、教科書通りのご回答です。つまりここは現実世界でありながらデジタル情報で構成された世界ということになる。極めて簡潔かつ端的に表現しますと、現実世界が電脳空間化してしまっているのですよ。そのためここではあらゆるものがデータ化してしまう。人間の真の作業、飛躍しすぎじゃないの。否定はしませんよ。同業者からも私はたびたび異端視されていますけどね。かの偉人ニコラ・テスラに例えられたこともある。まあこれについては恐れ多いので過剰な賛美として真に受けないようにしています。それはともかくご覧なさい、この内部構造の異常な造形や不条理さは、まさに人間が持つ記憶やイメージなどのデータがデジタイズしたものだと直感しませんか。それらが現実と融合し、この複雑怪奇な空間を生み出した。私の推測は以上です。一つ君たちに質問させてください。君たちはイーターと遭遇したことがありますか。イーター、食らうもの、侵食するものという意味で、私はイーターという意味です。ひょっとしてあの白黒のオムガイみたいなキンワリープログラムのことか。まさしく。いや、イーターと遭遇して無事とは、君たちが強運の持ち主ですね。というのもイーターに捕食されるとあらゆるデータは侵食されバグ化してしまうんですね。バグ化するとどうなっちゃうんだ。構造もアルゴリズムも無秩序なデータになってしまう。まさにバグです。しかも一度バグ化されたデータはもう元には戻らない。いやいや、恐ろしい、本当に恐ろしいでしょう。食われたが最後ってわけかと考えられていますが、私はそうは思いません。は？あらゆるデータは復元する方法が必ず存在する。かつてあったものがなくなるなど非論理的です。
政治上的な意味ではなく、ことデジタルにおいては事象としてあってはならない。ならば、バグについてもしかりです。ゆえに、私はイーターそのものの研究を進めている。おっさん、どうします？確認すっけど、上城はそのイーターってのを知ってるんだな。そいつがヤバいってことも。いや、もちろんですが、私がこれどのように研究を。ちっ、やっぱ知ってたんだな。人間のやつ、すっとぼけやがって。まあ、サービスはあくまでもビジネス目的ですし、秘密にしておきたい情報もいろいろありまして、まあ、たくひどい感謝ですよね。この際だ、他にも聞きてんだけど。私に答えられることでしたら何でも。しかし、その君たち見たところハッカーですよね。デジモンキャプチャーをお持ちで、それに立派なデジモンプログラムだったら何？ズバリ、この現象内部に救っているであろうイーターを排除していただきたい。ここにもいるってのか。先ほど妙な映像を見ませんでしたか？あるいは白い少年の幽霊。あれらはイーターの存在を示す、いわば前兆のようなもの。イーターの存在がデジタルウェーブに影響し誘発させている。私はこうも考えています。この現象こそがイーターの影響によるものではないかと。であれば、現象を断つことで現象は消滅するはずと、この推論を裏付けるために君たちの力をお借りしたいわけです。はい、あんた、あれの研究してるんだったら、なんか秘密兵器的なもん持ってないの？潜んでる位置のわかるレンズ付きの時計とか、捕獲して中に閉じ込めたりできるボールとか。妙に具体的ですね。いや、現在のところイーターへの対抗手段はデジモンプログラムが最も適当です。あのプログラムにはバグ化への耐性があります。やすやすとは侵食を受けないでしょう。だな、スエドーさん、あんたを信じたわけじゃないが、あれを排除しろってんなら俺たちも望むところだ。いや、素晴らしい。では、よろしくお願いします。そんじゃな、リベンジといっか。で、とっととまともな世界へ戻ろうぜ。ここにいると、そのうち頭が変になっちまいそうだ。いや、私はここで待機していますので、他に質問などあればどうぞお聞きに。まともな世界ですか？それは一体どこにあるのでしょうかね。I don't trust this guy though. Moving on. Big energy ball. I don't know what it is.
That is. Counter. Hmm. 仕方ねえか。Oh, that's another Digimon. するぜ。One punch!
がオタクの言ってた幽霊？こっち見てるぞ。消えちまいやがった。なあ、オタク、あいつが誰か知ってたりする？まあ、気のせいだよな。おっと、お出ましだぜ。あのおっさんの推論ってのが正しいな。こいつを倒せば、この妙な現象が消えるわけ。けど、ここが消えたら、中にいる俺たちはどうなるんだ？大便、ありがとうさん。大丈夫、俺に任せな。終わったか。お疲れさん。To be original, this is my original theme.What's happening? What's up? It's like everything shut down or something. Oh, we're outside? ここは新宿？どうやらおっさんの推論は正しかったみてえだな。ヒーターに白い少年の幽霊、超面白いじゃん。最高だぜ。そんで極めつけがオタク電脳探偵。いやー、マジで面白いわ。現実なんてもんは退屈だって決めつけてたけど、存外そうでもねえのな。ま、何にせよだ。俺ちょっと探ってみるわ。イーターのこと、スエドのおっさんの研究に協力するのも、あのおっさんもなんか面白そうだし。そういやおっさんはどこだ？いるか？ヒーターとかよりめんどくさそうだよね。じゃ、俺とっとと逃げるわ。オタクも捕食されんなよ。またね。なるほど、それは災難だったな。と同時に、これ以上ない幸運でもある。通常の調査では得難い情報を目の当たりにして入手することができた。そういう月も探偵家業には必要なんだよ。さて、今回の事件、仮に新宿迷いが事件としておこうか。迷いがとは、民族学などで言うところの異界だ。常世、霊界、妖怪の住まう領域、つまり
我々の世界との境界を越えた先にある理想の異なる世界を示している。今回新宿に出現した空間はまさにそれだ。これを迷いなと呼ばずして何と呼ぶのか。ちなみに引用元は柳田邦夫博士の遠野物語に記した迷いが伝説だ。興味が湧いたなら調べてみるといい。ここで重要なのは、現象にも残されているように迷いなのような現象はたびたび発生しているということで、誠に羨ましい限りだが、君はそれを実際に体験した。異世界は確かに存在しているのさ。デジタルワールド、その名を君はどこで知った？そうか、白峰ノキアの依頼の後、直接新宿へ向かってもらったから広告を引きそびれていた。デジモンは人間が生み出したプログラムなどではなく、異世界から来た知的生命体だった。無論私は信じるよ。デジタルワールドについては私も少しばかり、いや、ひとまずデジタルワールドのことを置いておく。今解明すべき謎ではないか。新宿迷いな事件に話を戻そう。実は君が助手になる少し前から、新宿近辺で不可解な現象の絡む事件が増えていた。君を見つけたのも新宿。そして今回迷いな事件が発生した。いずれもデジタルウェーブ以上に端を発していると私は推測する。現在新宿のみならず、都内全体の主要都市でデジタルウェーブの状態が不安定化している。我々の生活に支障をきたすレベルではないので、誤差の範疇として感化されてはいる。問題は不安定化している状態ではなく、なぜ異常が発生しているのか。自然現象か、あるいは人為的な干渉か、もっと異質な、超常的な現象か。実に興味深い事件だ。今後も調査を続行するとし、ところで、君と連絡が取れなかった時間を有意義に活用してね、新しいブレンドを発明してみたのさ。君が成果を持ち帰ってくることは予測していた。初歩的な推理でね。ご苦労様、見事な活躍だった。つまりはご褒美だ。早速ご馳走しよう。実は会心の。君は信じられるか？コーヒーとヨーグルトと海苔の佃煮が奏でるハーモニーの奇跡を。Save. I don't know what's gonna happen next though. So this is Dragon Fang signing out. Goodbye.